こんにちはこんばんは今日はねちょっと日曜日でまあ検査もなくすることもないのでちょっとねあの病室の中をねご紹介しようかなと思いますまあ病室からはねこのユニクロがあったりですねあのー、まあ好きなダイソーとかねいっぱいこう行きたいところがすぐあるんですけどまああのー、この病室 から外に出てですね、あのそよその会に移るということをね許可されてないもんですからねちょっとなかなか外に出ることができませんのでねこれの中のね様子でございますけどまあ最初はねあの4人部屋でねあの結構ですいうことで4人部屋であの入院させていただいとったんですけどまああの 2、3時間したらですね、やっぱりあの夜中に何かあってね、あの、処置をせないかんいうことで、個室に移ってもらえませんかいうことでね、個室に強制的に移動になったんでございますけど、まあ、あの、これはね、あの、まあ、1日9700円ぐらいだったかな。まあ、あの、個室としてはね、まあ、あの、下の方のね、レベルの個室でございますけど、 あとまあ1万2千円ぐらいとかね4万円弱とかねなんか書いてましたけどねまあ一応とりあえずまあこういう個室でございますまあ4人部屋の時にでもねあのこの各部屋にねこういう形で洗面所とトイレはねあのついてたんですけどねだから 4, 4人部屋でも結構快適にね暮らしてたんであの各一人のねスペースも十分ありましてね広かったんで 満足してたんですけどまあこういうことでね当然ウォシュレット付きのあの便座になりますねこういう形で結構ね広いトイレルームでございますまあ入り口もこんな感じでね結構広いですねまあ一人でね結構することありませんのでねこういう感じで動画を上げさせていただいておりますけどね 感じでねまあ、もちろんエアコンねあの24時間フルでかかってますのでねまたあの月曜日に手術がありますのでしばらくはねちょっと痛みとかでひょっとしたら動画を上げれない可能性もありますけれどもね、まあ、とりあえずあのお部屋ご紹介ということで本日は以上になりますありがとうございました失礼します